お疲れ様でございます。何かと取り沙汰されるジェンダーギャップなんですけども、これは日本語で言うとね、男女の格差っていう問題です。まあ格差って言ってもね、単純に女性が低くて男性が高いっていう格差のことだけを示してるんではなくって、まあ例えばね、デートをしたら大体男性がおごりますよね。そうじゃないですかね。女性の方で、まあなんかデートしてね、会計の時に 半々ねとか言われたらどうしますかね大事にされてるって感じますかねまさにこういったところも実はジェンダーギャップの中に含まれるんですねで今回まず話題に出したいのがお料理の取り分け問題ですねまあ合コンに行ってもこうたくさん並んでるお料理を取り分けてなんかレモン唐揚げにかけていいですかとかってね大体女性の方が聞いて食事をリードしていくそして取り分けたものを まあそれぞれね、えー、テーブルに配っていくみたいなことをすると思います。で、これに対して抵抗がある女性もいるんですよ。こんなことしないと女性って評価されないのかしらってね、疑問を持って反発したりやらなかったり、それを主張したりします。もちろんそういう考え方は自由です。しかし残念ながら、モテようと思ったり、引き立てられようと思ったり、立場を良くしようと思うと、このお料理ごときは 特にこだわりりもなく取り分けた方がいいんですねやっぱりこれは現実なんでしょうがないですもしその現実を変えようと思ったら自分の恋愛や自分の人生を棒に振ってでも次の世代のためにそういった運動をすることになりますいやしかし大多数の女性は好みの男性に気に入られるためだったらやるんですよもしくは自分の環境をもっともっと自分に有利に立ち振る舞おうとしたらこれはやるんですよ 自分が気に入らないからといってやらなければ、やっぱりね、組織の中でうまくいきません。もちろん、そういう女性が料理を取り分けるべきではないとかね、男女平等だみたいなのをゴリゴリに押しているところに行けば、そういう主張は通るかもしれないですけども、多分そういうところにいないまんま、自分の思ってる、そういうふうなジェンダーギャップというね、これを押し詰めようと思って、悶々としてるんじゃないかなと思います。 まあ、バーベキューに行ってですね、やっぱりお料理の世話をしたりとか、それからお皿に取り分けたりとか、女性が結構やる例が多いです。そこにストレスを感じる人もいるんですけども、ちょっと女性にね、聞いてみたいんですけども、こういうふうなバーベキューやキャンプに行くと、大体いいテントを建てたりね、薪を持ってきて、そこに火をつけるのは男性の役割です。もし、ジェンダーギャップにご不満をお持ちでしたら、 そういう風なね、お料理をする前のロークは、一体誰がやってるのかなと。それは、いや、俺男だからってさ、こんな力仕事ばっかりやってらんねえよと。男女平等だろと。お前らテント建てろよとかね、もうこんな言い方しなくてもいいんですけども、ね、皆さん自分で自分のテントは建てましょうねと。で、これからバーベキュー始まるけども、自分の火は自分で起こしましょうねっていう風に、男性がね、言ってきたらどうしますかね。 なななんんか多分もう参加したくないいじゃないですかねでもどちらかというとまあ女性はですねこう出来上がったお料理をお皿に取り分けるっていう最後の一番美味しいところをね持っていけるでその下積みですとかもっと言ったらねバーベキューが終わった後の網をどういうふうに誰が掃除すんのとかね遠くに持ってって重いドラム缶をえっちらおっちら運んでいって瓦でゴシ,ゴシ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 やるのは誰なの っていうことを考えた時に、多分そこはあんまり考えてらっしゃらないのかなと。大体こういうのって男性がやったりするんですよね。で、男性はそういうことをあんまり文句言わずにやるんですよ。むしろ自分がやることによってみんなのーなんかね楽しみになってるかなとかね、みんなが自分がいろいろとやってる間にまあいろんな楽しみをね広げていけるんじゃないかなと思って身を拘にすることを厭わないし、そんなこと考えもしないんですよ。まあ やるかみたいな感じですよねおい一緒に行こうぜみたいな感じで男同士で誘い合うこともあるかもしれません、まあ、そう考えていくとこの「内面アピールのチャンス合コンで料理を問われる時のポイント」って書いてますけどもいやこれごときでね別にこんなブログ見なくてもいいでしょうと思うんですよ <laughs> そんな細かいところまで気にしてる男性もいませんしね、うん、あれグラス空になってますよ注文しましょうか っていう風に声をかけてくれたりとかお料理を取り分けるっていうのは別にねお料理を取り分けることとかドリンクのカラグラスを話題にすることがね問題じゃないんですよそういう風にしてきっかけを作ってそのあとなんですよ大事なのは、ね、だからお料理を取り分けるのが目的じゃなくてお料理取り分けてどうぞって渡すことによってあありがとうねって俺の好きなものが入ってるよこれこれとか言ったらあそれ好きなんですねってこれね私作れるんですよとかねこういうい風に 男性が求めていそうな自分の中の女性をアピールすることによって、いろいろとね、合コンだったらうまくいくことがあると思うんですよ。で、合コンじゃなくてもね、まあ会社の飲み会の席で仕方なく参加してるにしてもね、やっぱり気を利かしている女性が目立ってですね、チャンスを与えられるってことが多いわけですよ。それも仕事のうちじゃないかなと思うんですよ。もちろん、勤務時間、朝8時とか9時からスタートして、 夕方の5時、6時、7時ぐらいまでの、その中でね、男性、女性関係なく、きちんと認められるような成績が出せる方は、こういうことをしなくてもいいと思いますけどもね、でも、仕事が有,なのに有能なのに加えて、仕事を離れても、ものすごく高いパフォーマンスを持ったりとかね、気配りができる女性っていうのは、さらに信頼されて、さらにチャンスを広げることになるんですよ。つまり、キャリアアアップをしたいとか、ビジネスで一山当てたいと思えば思うほど、ビジネス以外のことにも、 きちんとできてるんだねっていうふうな評価を社会から受ける必要があります。そして一番小さな社会は自分が関わってる人なんですよ。自分が関わってる人がね、多分何百人もいますっていう人はあんまりいないと思います。ということは、わずか数名、数十名に気に入られない自分がそこにいるときにね、わずか数名、数十名が納得できるような尊重してくれるような立ち振る舞いができない自分に対して、もうチャンスは来ないんじゃないかなと思います。 今回ね女性のことを話題に取り上げられましたけども男性はもっともっと複数の複雑なこんなことをしなくてもいいじゃねえかみたいな理不尽にまみれながらそんなこと気にせずに愚痴らずにやってるのかなってとこなんですよねさあ男女平等という女性メッセージを送りたいですデートに男性がそこそこの高級車で乗りつけてきました RV 車で乗りつけてきましたどうぞとドアを開けてくれました これ悪い気持ちはしませんよね。でも男女平等だからって言って、デートの際に君車持ってんだったら車出してっていう風に言う男性と長い付き合いしたいですかね。もちろん男性のスペックがぐっと高ければ車ぐらい私が出しますみたいになるかもしれませんけども、車ってのは案外ね、コストもかかるし、デートの前には車の掃除も必要だし、匂いはどうかなって気にもなります。もっと言ったら、 車と自分の服装が合ってるかなと。デートの先の駐車場はどうかなと。細々としたところまでね、いわゆる気を配ってるんで、テーブル上の、テーブルの上の料理をどうするっていうね、問題も確かにね、いろいろと考えるところあると思いますけども、うん、まあ、それ以上のね、ロークを追っている人がもしかしたらいるんじゃないかなと思った時に、まあ、自分だけがね、まあ、そういう風な立ち振る舞いを期待されていて押し付けられていることではないと。 いうふうに気づけるんじゃないかなと思います。まさに大事なのはそっちじゃないかなと思いますよね。あの、愚痴らないけども、多くの人が自分のために少しずつ負担を分け合ってくれてるってことに気づければね。じゃあ、どんなことを皆さんがね、分かっち合ってるのか分かんないんで、一番分かりやすい 料理の取り分けぐらいしようかなっていう風な気持ちにちょっと動くかもしれません。もちろん、料理の取り分けをしたから、しなかったからということで、評価が落ちることはありません。ただ、言えるのは、やった人はプラスアルファでポイントがつきます。<laughs> まあ、ポイントって言うとまたね、変な感じになっちゃいますけども。やらなければ減点があるかっつと減点はありません。ですんで、いいんですよ。減点にはならないので、そのまま自由に立ち振る舞うのは全然いいんですよ。そこでは減点されません。ただし、 プラスで加点されるってこともないですね、うん。ですんで相対的にどんどん損にはなっていきます。うん、やっぱりね、なんで自分だけはこんなことしないといけないの女だからってどうこうっていうふうに言う前に、いろいろ行動活動した上で自分の足場を作って信頼が集まったところで、いや、私ね、ずっとやってきたんだけど、これって違うと思うんですよっていうふうに、 話しかけると多くの人が耳を傾いてくれるのではないかなと思います。まずは聞いてもらえるような環境を作ることも大事なのかなと思いながらお話しさせてもらいました。えー、特にねあの、女性が料理を取り分けるべきだって言ってるわけではありませんけどもね、うん。まあ自由にすればいいんじゃないですか。どちらかというと私はデートだろうと複数だろうと、私は料理を取り分ける方です。<laughs> 私の方はね。<laughs> そうするとね、苦手なものが回ってきたりするんで文句も浴びるんですよ。 うん、だからこそ私がやります。<laughs> まあ最近は飲み会に行くこともなくなりましたけどもね。はい、じゃあ今日は以上です。